はい、皆さんこんにちは。アイジャーで来てる。今回もピンクでーす。ピンクのケイちゃんです。ということで今回もピンクでねやっていきたいなと思います。はい、今回はですねみんなと楽しい経験問題で、ちょっとねまたねあこんな過去記事出てきましたよってことで見つけちゃいました皆さん。私もねたまに時間があるたびにですねなんかね決定的な過去記事がないかなと思ってね結構ね目を皿のようにして見つけてるんですけどまた見つけちゃったよみたいな感じなんですけどもね。ちょっとね今申し上げましたように目を皿のようにして見つけたらなんだよこいつやっぱりねその例のですね元婚約者 A さんとのですね例の金銭トラブル、あの例の昨年ですね11月の14日に高飛びしたから12日ですね12日の夜になんか409万3000円だけこれでいいだろうみたいな感じであのポッキリのお金だけね払うだけ払ってこれでいいだろうみたいな形でねなんか悲しいとかなんとかってね言葉だけ言って突っぱねてですねそれでもう終わらせまあこれでいいだろうみたいなって言ってましたよね。結局それまで結局はもう全然ねその解決する気なかっただろうっていうようなことがよくわかるようなね過去の記事が出てきましたっていう話です。でですね、記事の内容というのがですね、まずですね、2019年6月6日号の女性セブンのね、記事なんですけど、またね、URL は概要欄に貼っておきますので、もしご興味のある方は、また後でご覧になっていただければなと思います。でですね、まず記事はね、ちょっとね、重要な部分だけを抜粋して読んでいきますけども、時期的に言うとですね、2018年の8月に KK 息子がフォーダム大学に留学をしてから約1年後っていうかですね、まあ8ヶ月、9ヶ月後ぐらいですね。で、最初の LLM の9ヶ月間かの、受講時期が終わって、LLM の最初の1年間、9ヶ月間は卒業しましたよって、これはね、フォーダム大学からも正式な文書でもらってますので、これの卒業は間違いないですよね。これは間違いありません。というようなことで、その最初の LLM は卒業したというような時期ですね、そのことに関しての記事です。で、ちょっとね、内容読んでいきますが、2019年の5月です。2019年の5月19日の夜、アメリカ・ニューヨークの中心街にあるあるクラブに、名門フォーダム大学ロースクールの学生たちが集まっていた、翌日卒業式を控えた学生たちの卒業パーティー。大音量でクラブミュージックが鳴り響く中、学生たちはグラス片手に同じキャンバスで過ごした仲間たちと、恋の話等で共に過ごす、残りの時間を惜しむかのように語り合っていたということでね、卒業のですね、卒業式の前に、まあ、和んでたというような話ですね。で、留学中の、KK 息子、ね、当時は27歳ですね。27歳もこの5月専攻してきたコース、すなわちこの時には LLM コースですね、を、終了しましたと。この終了は間違いありませんって話ですね。で、多くの時、同級生が卒業生を迎えたそうですと。ただし、KK 息子自身は9月からまた同大学で別のコースを履修するので、すなわち2年間の例のね、GD コースという話ですね。で、この卒業パーティーには顔を出さなかったようですと。いうようなことを現地のメディアの関係者が言ってたというような話です。で、9月までの長期の夏休み、KK 息子の代理人弁護士によると、すなわち上島さんですね、その話によると、帰国せずにそのままニューヨークで勉強に、勤しむというが、新たな課題も浮上したということで、新たな課題なんですかという話なんですけども、実際にはですね、今申し上げましたように、今現在、この話は5月の、19日の話で、新しく、JD コースの2年間が始まるのは9月、すなわち約4ヶ月の間の、例えば、寮費の話、お金の話ですね。まあ、実際はこのお金の話というのは、例の奥の総合法律事務所がね、生活費をね、工面するとかっていう話なんで、結局は全然問題ないっていう話ではあるんですけどもね。で、そういったような問題だとか、あとはこのね、記事で言ってる内容としては、実際にはね、
金銭トラブルの話なんか全然話が進んでないわけですよね。この事件、この時点においてもね。ただし、もう皆さんよくご存知の通り、この時点においてもすでに、例えばですけども、ある、お家のご当主からは結婚、もしくは納采の儀の条件としては、まずこのね、金銭トラブルを解消しなさいというのが一つ。あとは経済的なね、基盤を作りなさい。少なくともこの2つ、最低でもこの2つは解消しなければ納采の儀はできませんというようなことが、2つの大きな、ね、課題として出てましたということですよね。で、それに関してはじゃあやりますよということで、ずっとですね、例の昨年の結婚、10月の26日までずっと引きずってたわけですよね。で、これは今回の記事に関しては LLM を終了した2019年の5月の話なわけですよね。で、なおかつ5月に LLM コースを終了しました。で、9月までの夏休みで4ヶ月間ある。じゃあこの4ヶ月間あなた何をやるんですかっていう話ですけども、この、代理人の、上柴さんの話によると、まあそのね、問題としてのその寮費がいくらだとか、そんなことはね、僕の総合法律事務所が結局ね支援するんでしょう、まあどうでもいいですよっていう話。この人はね、上柴さんがね、そういった寮費の問題があるとかないとかって言ってるんだけど、そんなことは結局ね、今となってはね、その法総合法律事務所が出すんだからいいでしょって話なんです。で、結局はじゃあこの4ヶ月間一体何をしてたんですかっていう話ですよね。で、ちょっとね、いろいろまたそこで書いてあるんですけど、例えばですね、ここの記事の中には、まあ、ちょっとまた読んでいきますけどね、本当読んでても呆れちゃうんだけど、正直ね、例えば代理人を通じて、上島さんですね、を通じて、M 子様、まあ、この当時はね、様でしたので、M 子様と結婚したいという意思は変わりません、と上島さんが話してたって話ですけどね。結婚したいという意思は変わりません。KK 息子も M 子様の意思が変わったとは考えていません。というようなことを、当時のね、5月11日放送のサタデーステーションで言ってたんですって。と、強気の姿勢を崩さない。それどころか、弁護士資格の取得を、出たよ。皆さん出ましたよ。弁護士資格の取得を目指すと、言っていますが、弁護士になるとは言っていません。出たよ。彼、KK 息子は今、ライフプランを作っていると、彼自身の人生の視野を広げている最中だよ。これがね、その2019年5月7日放送のバイキングで言ってたって話なんですね。と、開き直りにも似た発言も飛び出したよって話なんですね。だから2019年の5月だから今から3年前ですね。3年前、皆さん覚えてるでしょうか。この私、これ、こんな地上波の放送はね、見てませんので、ちょっとね、知りませんけど、皆さん覚えてますかね。3年前の5月7日のバイキングの放送らしいです。その時に、ライフプランを作ってるっていうね、弁護士の取得は目指すけども、弁護士になるとは言ってませんって言ったらしいです。皆さん覚えてますでしょうかって話ですね。引っ掛けんだよね、本当にね。ね、まあちょっともう言わないけどね、もう20、この時いくつだっけ、27歳、27、8歳になってさ、ライフプラン作るも何もねえだろうっていう感じがしますけどね。ね、弁護士資格の取得を目指すけど弁護士にならない、じゃあなんでロースクール行くんだよって感じだけどね。弁護士になるために、だってこのロースクール通うってことは弁護士になるからロースクール通うんじゃないのかなと思うんですけどね。まあそういうようなことを言ったということですね。えだって経済基盤を作るために弁護士になる、だからこそロースクールをね行くんじゃないの。で、経済基盤を、結局ね、作るためにはその、ある家のご当主が言ってたことをがあるご当主が経済基盤を作りなさい、でなければ納采の儀作れできませんよ、だから経済基盤を作るために、ロースクール行きました、だから弁護士資格目指します、なので弁護士目指します、弁護士になれば経済基盤ができます、そういう理屈なんじゃないですか。でも弁護士にはなるとは言ってません。で、ライフプランを作るためにロースクール行ってます。全然トンチンカンですよね、回答がね。開き直ってるっていうか、開き直った発言じゃないんですよね。言ってることがトンチンカンなんですよね、すべてね。まあ、この、もう KK 息子だけじゃなくて、とにかくこの KK 夫妻はすべて言ってることがトンチンカンなんですね。
で、まあそういったようなことです。まあそういったような記事、まあそれだけなんですけどね、この記事ね。要はそのトンチンカンのことをこの3年前からずっと言ってると。で、まあこの結局この記事の話してる人はね、本当に結局ね、結婚する気あるのみたいなね、そんなような記事なんですけどね。だから結局、そのこの頃から、確かにね、この LLM をね、終わった頃の話ではありますけども、結局この頃からもね、例の元婚約者 A さんとのね、金銭トラブルを解消する気全然ないんでしょ。で、この頃もね、夏休み、4ヶ月もある夏休みあって、そのね、JD コースが始まる前に4ヶ月間もあった。じゃあアメリカで何をしてたんですか？やっぱり一回でもね、それこそね、日本に帰ってきてですね、それこそ A さんと話し合う時間なんか、いくらでもあったでしょっていう話ですよね。それを何にもやんないで、結局2022年の11月の12日まで、4年間も3年間もずーっとほっぽっといたのは誰なんですか？ほっぽっといたにもかかわらずですね、結局は、エムコさんのお金を当てにして、そのポッキリのお金だけ払ってですね、その、元婚約者の A さんが週刊誌に暴露した話を持って悲しいか、あったはいいけども悲しい悲しいだけ言って、あたかも元婚約者の A さんが悪いみたいなことを言ってね、それでこの話は済んだみたいなことを言ってニューヨークに頓挫したと。何これみたいなね、もうこの話は皆さんよくご存知ですよね。昨年の11月の話なんで、もう本当にね、本当にもうこういうようなね、皆さんあれですよね、こういうようなね、過去記事をね読むとね、本当にね、よくわかりますよね。本当にね、アンポンタン度合いがですね、よくわかるしね、アンポンタン度合いとですね、なんかね、なんていうのかな、話が全然ね、なんかね、合ってない、合ってないというかですね、もうね、理路整然としてないというかですね、意味不明というかですね、そういうの、よくわかるというのね、そういったような記事でした。すいませんね。もう全然、ろくでもない記事でね。でも、ろくでもない記事だけど、そういったね、アンポンタン度合いが、ね、よくわかるということで、お伝えさせていただきました。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。またね、こういったようなね、ろくでもない記事が出たら、紹介させていただきます。ありがとうございました。失礼します。それではまた、バイバイ。